はい、皆さんどうもおはようございます。ケンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今俺はね、和歌山県串本町の方で荷物の方下ろし終わりました。せっかくなんでね、串本の方には本州最南端の潮岬があるんですよね。私行ったことないんですけど、今そちらの方に向かっております。はい、せっかくなんでね、まあこれから先来る機会があるかどうかわからないんで、なんか卸先の方に聞いたらトラックでも行けるよって言われたんで、私これからそちらの方に向かって本州最南端の地を目指してちょっと走ってみたいと思います。あと6キロだって、そんなに距離ないですね。いや景色もとてもいいところで、もう夜は明けてしまったんですけどね、朝から釣りを楽しんでる人たちもいますね。おっと道路に出てるよ。目の前はこれはもう太平洋ですね。まあちょっと走っていってみましょうか。どんな感じの道なのかね。まあ、あれです。最後まで今日もね、ご視聴よろしくお願いします。
はい、到着した模様です。ここが潮の岬のようですね。あーでもなんこう、あ、本州最南端っていうような感じがしますね。あと、やはり朝早い時間なんで誰もいません。東大の方も入れないのかな。営業時間がきっとあるんでしょうね。ちょっと散策してみましょうか。行ってみましょう。はい、今ねトラックの方降りてきましたよ。ここは潮の岬です。はい、和歌山県串本町にありますね。でここにタワーがあるんですけど、多分これご自由にお入りくださいって書いてんですけど、どうです、今の時間まだ7時半ぐらいなんですよ。朝のこんな時間から営業はしてないし、このタワー、灯台ではないね、これは、これ灯台じゃないよね、入れないんじゃないんでしょうか。あれえなあ、一応9時からはやってたんだ、やってたんですけど閉館しちゃったの。ということはここのタワーには入れないんですかね。残念だな。ただ時間が8時半にならないとやってないんですね。あ、書いてますね、いろいろ。本州最北端は青森県大間町にある大間崎。はい、でこれ最東端、最北端、最東端ですね。これはどこだろう、宮古市あたりですかね。違うかな、岩手県宮古市あたりだと思うんですけども、それで一番西が山口県下関市の美佐の花っていうところが一番西、それで一番南がここの潮の岬、和歌山県って書いてますね。ちょっと消えちゃってるね、うん、書いてます。ここ八丈島とほぼ同じ経度です。じゃあ井戸です、井戸ですって書いてるんだね、うん、だそうです。こっちそのままドゥル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 って行くとなんか八丈島があるようです。はい、残念だな、ここはもうやってないんでしょうか。いや時間になればきっとここはやってるね、やってると信じましょう。皆さん来てくださいぜひお越しください。9時まで待たなきゃダメなんで、ちょっとね時間の都合上行きませんけど、300円でこのタワーまでね行けるようですよ。タワーからはこんなに綺麗な景色がね望めるようです。こんな感じです、イメージしてください。はい、それではちょっとね海の方に歩いてってみましょうかね。はい、今トコ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 歩いてます。なかなかすごい整備されてますね。どうです、あの芝生になっててとても爽快ですね。あの何か石碑みたいなのないんでしょうか。ここが最あの本州最南端だよっていう、普通はありますよね。それが見つけられないんですね。ああ、ない、どこかにきっとあるはずなんだけどな。あ、これか、ありましたありました、これか、書いてます。なんかいいっすね、勝手に
知らんけど。うん、あ、書いてます、潮の岬、読み方間違ってなくてよかった。本州最南端、イエーイ、やってきました。イエーイ、すごいですね、絶景ですよ。うわー、見えますか。ちょっと黙ってましょうか。波の音聞こえます。いやー、いい感じ。これ以上本州の最南端はないってことですね。まあ最南端じゃない、南はないっていうことだな。だってここが本州最南端なんだもん。当たり前のこと言ってんな。ちょっとね、お写真でも撮りましょうか。撮りましょうかって、なんかね、ちょっと写真撮ってみましょうか。あ、こっちの方が映えますね。映えるというか、ほら、本州最南端書いてます。すごいね、じゃーんって来たぞーっていう感じしますね。ちょっと写真を何枚か撮りたいと思います。はい、ここがね、本当の本当の本州最南端です。いやー、波の音がすごく聞こえますね。あー、いい感じですね。ちょっと俺本当に黙ってた方がいいね。ちょっとしばし本当波の音をお楽しみください。ということでね、今日は本州最南端潮の岬よりお届けしましたよ。本当思えば遠くに来たもんだって感じでね。今の時間帯全然まだお客さんとかもいない、観光客の人もまだいないですね。静かな時間に来れて良かったです。ということでね、今日の動画以上で終わりにしたいと思います。また皆さんご視聴よろしくお願いします。それではまた、さようなら、バイバーイ。